不利な状況下でも勝ってみせる。それがわしらゲリラやよ。どうした、隙だらけだぞ。よし、全機突撃、わしに続け。あなたの相手は私です。いい目をしているな、正々堂々。いい目をしているな。いい目だ。嘘でしょ、発光だけで機械人形の戦いができるもんですか。いやどうしたの、打ち所が悪かったの。勝てる戦い、いや気を引き締めなければならんな。いやいやフィールドを占領した、次に向かうぞ。いや攻めるのは今しかない、早く行け。これがゲリラ屋の戦法というものよ。いやいや行くぞ。いやいや、むき出しの闘争本能が貴様の可能性を感じさせる。私はムーンレースじゃないですからね。いや、いや、くらい行くぞ。抵抗するのか、ならばわなんか。どうした、隙だらけだぞ。いやすまない、離脱させてもらう。そう、恐れや迷いを断ち切り、技に己の魂を込めるのだ。ドレーズ・クシュリナーズ、参る。奇遇だね。これは突然だ。ファンタジー系だけはよくてさ。え、動かない、なんで。行くぞ。貴様の活躍は記憶に留めている。これからは頼む。誰かが泣いてる。また。どうしたの、打ち所が悪かったの。勝てる戦いも、いや気を引き締めなければならない。未来を作るのは運命じゃない。戦いにな、やりすぎなんてことはあるわけねえだろ。なんで戦争したりするんだ。兵士の定めがどういうのかよく見ておくんだな。チャンスじゃないか、一気に押し込むんだよ。フィールドを占領した、次に向かうぞ。こちらの勝利も時間の問題だな。死神様が助けに来たぜ。いい目をしている。余裕を与えるわけにはいかない。行くぞ。急がせ。またかよ。自分だけじゃダメだぜ。そんな。いい目をしているな。これだけ叩いてもまだ来るというのか。無駄死にだとなぜわからない。見たか。これがゲリラへの戦い方よ。我が隊こそ2500年もの間部門の誇りを守り抜いた最強の部隊である。
きのめしてくれる。作戦順調だな。一人でも多く地獄に引きずり込んでやるわ。死んでから考えてやり直しをするってのは難しいんですよ。勝手な判断はやめろ。こんなところで君を死なせるわけにいくか。死なないでくださいよ。あなたのような人がいないとみんなが困ってしまう。俺にかかれば国家同然。こりゃ楽勝だな。行きたいわ。よし、まだ行ける。敵の拠点を叩けば行けるはずだ。撃て撃て撃て撃ち焼きにしてやる。戦争を止めるためには戦う他に道は残されていない。よし、俺を撃てばいいじゃないか。お前は俺を撃つために出たんじゃないのか。オッケー、死神は援護に回るぜ。もう一度無理なのか。消しはしてやるわ。貴様らごときに我が軍は敗れまい。ドズル様の見事なご活躍には感服するしかありませんな。
三人法の神髄見せてやろう。少しでも人間らしさを残しているなら今すぐこんなことはやめなさい。これは少子、このようなことではこの私は当選ぞ。これ以上は無理です。離脱します。どうしたどうしたどうした。生の感情丸出しで戦うなど、これでは人に品性を求めるなど絶望的だ。無理はダメよ。いざ休みという時にデートもできなくなって困るでしょ。電波電波ような動きをするわね。作戦なのかしら。やんな。しかしこちらとてまだまだ操縦系統がやられたわけではない。その程度。この風、この肌触りこそ戦士なぜ動きだけが山物を排除する。行け。沖の海はまだ動いてはいない。その程度の力では私を倒すことなど無理の一言。私が手を貸す必要はなかったようだな。だが本当の修行はこれからだ。よくや